子どもたちが主体的となるように大切にしています。喜怒哀楽を子どもたちと共に共有することです。子どもの目線に寄り添った保育をできたらなというふうにいつも心がけています。自分自身も子どもと一緒に思いっきり楽しむということを心がけています。保育者と保護者の伝え合いを大切にしています。自分が楽しんで保育をする、これをいつも気持ちに思って子どもたちに接してます。